よーし、やるか。イエ。スーパーマリオブラザーズ3です。今日はこのバトルゲームっていうのがおもろいから。おお。じゃあ、フェアな勝負をしたいんでルール説明しますと。お願いします。こう、敵をですね、敵は、あ、ちょっと待って。そうそうそう。こうして、こうして、蹴る。蹴る?蹴ります。そうするとコインが出てきますね。あ、出ましたね。あのコインを取ると1ポイント。で、先に5コイン集めた方の勝ちです。あー、そうなんですか。で、相手を倒してもいい、別に。やばい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 。やばいやばいやばい。なんかやばくないか。私どこ?あ、俺ルイージ操作してた。間違えて。危ね。私ルイージ上にいたよね。いや、俺がマリオね。君はルイージね。うん、私ルイージ。オッケー。弟です。だからルイージをこうやって邪魔してもいいわけですよ。こうやって。何すんだよ。こうやってね。ちっちゃいなルイージくん。何すんだよ。もう兄ちゃん、やめてくれよ。あ、ちなみにカニは2回叩かないといけないです。え、なんか邪魔なんだけど、カニが。おい、カニにやられてるわ。泣いてるよ、ルイージ、かわいそうに。これは圧勝かな?なんでこっちカニ2回や。青になるとね、強くなるから、あいつ。気をつけてな。早くなんで動きが。で、上からあの敵出てくるやつも、まだ説明してるんですけど。出てくるやつも何?青のやつが出てくるようになっちゃうんだよ。一回青が生まれると。そうなんだね。ウイルスみたいなの。基本敵はこうやって下から叩きます。お分かり?オッケー!このハエみたいな何?いや、もう邪魔。邪魔だわ、邪魔。おー、でかくなった。おっしゃ!やべ。なになになに?やばいやばい。おしおし。やばい!さっきから。え?再放送?何しとんねん、さっきから。私、本当に下手もしかして。本当に私、結構一生懸命やってるつもりなんだけど。なるほどね。おえ、逃すなよ、あいつを。怖いじゃん。ジャンプいってんだよ、あいつ。これ、下からしか叩けないから、一段下がんなきゃいけなくなるんです。おえ、なんか落ちてきたで。その位置ね、怖いんだよ。集まってくっからさ。危ねえな、おい。よっしゃ、やった、初めてやった。V ってやってる。あ、よかった、ほら、ルイージが初めて笑ってくれてる。さすがにね、完封は無理だったね。これを取ると、二人の位置が変わります。そういうことね。おい、解放すなよ。言ってた、ごめん。しっかりそっちでやってくださいよ。邪魔だな、おい。邪魔なんだよな、さっきから。おい何すんだよ。もうもうもう、アウトツー。え、何してんの、はい、あれ、上から踏んじゃダメなの。ねえ、そう言っとるやんけ。かわいそうルイージかわいそうだよ。じゃあ終了ですよ。はい、惨敗だー。